オリバー・ベアマンがサウジアラビア GP で示したパフォーマンスは、彼がフェラーリ見習いドライバーとして持つ膨大なポテンシャルを示すものだった。カルロス・サインツの虫水炎による離脱後、急きょ、フェラーリからの出走が決定し、ベアマンは、そのチャンスを見事に生かした。FP3 での短期間の準備にもかかわらず、予選での彼の活躍は、多くの F1 関係者から絶賛された。マックス・フェルスタッペンは、 ベアマンがゲッダのような要求の厳しいコースにおいて、素晴らしいパフォーマンスを披露したことに感銘を受けた。フェルスタッペンは、ベアマンの FP3 での初ラップから、彼のアプローチを注視し、その成熟度とスキルに言及した。フェルスタッペンは、ベアマンがどのようにして、すぐに車に適応し、速いラップタイムを記録できたかを称賛した。セルジオ・ペレスも、 ベアマンが F1 デビューをジェッダのような難易度の高いトラックで果たしたことに敬意を表した。ペレスは、ベアマンが持つ自信とリスク管理能力を評価し、彼が将来有望なドライバーであることを確信した。シャルル・ルクレールは、ベアマンとの交流が限られていたにもかかわらず、彼のフェラーリでの初レースへの興奮と準備が整っている様子を見て、彼のパフォーマンスを称賛した。ルクレールは、ベアマンが、 サウジアラビア GP の予選で披露した勇気と才能を高く評価した。ベアマンのこの印象的なデビューは、フェラーリドライバーアカデミーが育てる若手タレントの質の高さを示すと同時に、彼自身が将来の F1 で重要な役割を果たすことができることを示唆している。F1 界から受けた絶賛は、ベアマンにとって大きな自信となり、彼のキャリアにおいて重要なステップとなるだろう。コメント オリバー・ベアマンについての記事です。急なサインツの病気の代役にもかかわらず、非凡な才能を見せました。今後が期待されます。